い台風15号は9日未明関東に上陸する見込みです。関東に上陸する台風としては過去最強クラスとなります。それでは神奈川県の三崎港から中継で伝えてもらいます。はい、三浦半島の三崎港です。先ほどから風が大きな音を立てて強まり始めまして、道路の方を見ても雨が横に流れていくような様子が確認できます。そして隣三崎漁港なんですが、普段は波の立たない静かな海なのに、今日はご覧のようにうねりを上げるような様子も確認できます。三浦市では全域に避難準備情報を出しています。午後4時に開設された3カ所の避難所には合わせておよそ30人が身を寄せているということです。この後もさらに雨風ともに強まるとみられます。厳重な